無事できました。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、許して。本当はそれから48グループの曲を2曲くらいやろうとしてたんですけど、ブチッて切れました。ごめんなさい、不慣れなものでごめんなさい、ごめんなさい。はぁ、暑い。こんばんは。さっきまでやってたんですけど、恥ずかしかった。なんか初めて見に来た人に、なんか何やってんだこの人とか思われちゃうんじゃないかと思ってすごい恥ずかしかったでも楽しかったです。個人的には最初めっちゃ怯えてたけど、だんだん楽しかったです。ありがとうございました。また顔出せたら出そうかなって思います。次の誕生日1年後かもしれないし2年後かもしれないし、わかんないけど(笑)ありがとうございました。アーカイブは今なんかアーカイブの設定やってる途中でもうショールームの時間になっちゃったから一旦保留してます。保留っていうか一旦ほっといてある。こんばんは。お誕生日いっぱい祝われて嬉しいです。祝っていただいて嬉しいです。みんなありがとうございます水飲んでいいですか？ダメって言わないでください水飲んでいいですか？いいですか？飲みますね。ダメって言わないで飲みたい、水飲みたい早く飲みよって感じですよね。ごめんなさい。美味しかった。あ、待って、またコリンさん都会ありがとうございます。こっちか、ありがとうございます。すいません、すいません。皆さん今日は誕生日だけど、なんかすいません。あ、ありがとうございます。すごい小声になっちゃった、小声になっちゃった。でもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。誕生日です。いや、ありがたいです。皆さんにお祝いしていただいて、すいません。すいません。ありがとうございます。あ、待って。レッドラビーさん、都会ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございますみんななんかそんなお祝いしていただける自分でいられてるかちょっと自信ないんですけど、でもお気持ちがありがたい、ありがとう、うん、ありがとうございます。困り眉毛になっちゃう。今日はもう困り眉毛でいきたいと思います。
ありがとう。話し始めようかな。じゃあ24歳に今日という日になりました。ありがとうございます。あ、ちょっと待った。Z48 さん、お会いありがとうございます。ありがとうございます。困り眉毛すいません。ありがとうございます。24歳になりまして、今日なりまして、今日たまたまレッスンとかもなかったので、じゃあ配信しようと思ってショールームとインスタライブをやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか自分でさ、自分の誕生日祝う配信するのってなんかちょっとさ恥ずかしいじゃないですか。でもなんかね、せっかくレッスンないんだったら顔出して喋った方がいいかなと思って今日はやらせてもらったんですけど。24歳ですよ、やばくない？何もやばくないけど本当はショールームだけだったんですけど、ちょっとじゃあせっかくねインスタライブも暗闇でずっとやってたので、ちょっと外に出てみようということで、今日はね外に出てやっていましたということでした。うん、そう、恥ずかしかったです。でもなんかすごい楽しかったです。あら、金魚ちゃんどうしたの、泳いでるの。金魚飼ってました昔。恥ずかしかった、でも楽しかったです。なんかね、なんて言うんだろう、何もあれなんですよ、縛りがないって言ったらなんか他が縛られてみたいになっちゃうけど、自分で決めてやる日も決めたし、その配信をすることも自分で決めてるし、曲も自分で決めてるし、誰かにギターを教わったわけでもないので、全部自分でやったから、なんかそれがすごい楽しかった。下手だけど下手だけど、最初から全部決めて自分でやって、それを見てくれた人がいたっていうのがすごい楽しかったです。って感じでした。すごい楽しかったので、まあ次いつ顔を出すのはやる、わかんないですけど、出すかはまた暗闇でやっていきたいとは思うんですけど、ありがとうございますとは思うんですけど、またやれたらやりたいと思います。ダヴィンチさん、都会ありがとうございます。もう今日がもう大都会ですわ。ありがとうございます。待って、Z48 さん、都会ありがとうございます。大都会でどうしましょう。ありがとうございます。頑張ります。私頑張ります。24歳
何の話したんだっけ。そうで今日は声発信をしようということでやったんですけど、ショールームではちょっとお話ししたいなと思って。痛いお話ししたいなと思って、楽しかったので。でもなんか自分の好きな曲ばっかやって、勝手にやってごめんなさい。いい、24歳の1年はどうしたいんですかね。あ、待って、また読み切れて、どうしたいんですかね。ちゃんかわさん、都会ありがとうございます。大都会、大都会になっちゃってすいません、ありがとうございます。あ、しらさきさん、都会ありがとうございます。大都会だよ、もうもう十分大都会です、ありがとうございます。なんかもうどんどん困り眉毛になっちゃう。ありがとう、ありがたい、ありがとうございます。そう、24歳の1年はなんかこんなに祝っていただいてありがたいなっていう気持ちと、なんかいいんだろうかっていう気持ちと、24歳って結構びっくりだよね。人によって違うんですよね、感覚が。え、もう24歳なのって言う方もいれば、え、まだ24歳なのっていう方もいて、そう、なんか人によって感覚が、ちょっとカクカクしてる、感覚が違うのかなって思って、まだ二十歳です。四捨五入したら二十歳ですので、よろしくお願いしますね。二十歳ですから、私二十歳、二十歳、よろしくお願いしますね。二十歳なの、二十歳なの。ちょっと待って、全然読めてない気がする私。フリサテーション、二十歳っていう歌あるんですよ。白崎さん、都会ありがとうございます。今日も大都会ですよ、どうしましょう。ありがとうございます。なんかそんな面白いお話を返せる自信がないんですけど、ごめんなさい、ありがとうございます。じゃあちょっと今後のね話は自己紹介終わってからにしたいと思います。それまではちょっと二十歳です。でも二十歳にはさすがに見えないね、ちょっとどうだろう。まあまあ変わんないけど。でもあれですよ、なんていうんですか、今年楽しそうだよね。毎年言ってるんですけど、楽しそうだよね。今日は一人で喋ってますよ、今一人で喋ってます。フリサテーション、二
あたち、あたち、あたち、あたち。Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday dear to me, Happy birthday to me。 ありがとうございます。はい、誕生日、一人じゃないね、一人じゃないですよ、祝っていただいているので一人じゃなくなりました。で、普段から独り言多いんですよ、本当に独り言めっちゃ多いです。なんかテレビと話しちゃうんですよ。この間六本木クラス最近ちょっと見てるんですけど、六本木クラス見ながら、ひどいとか、なんかもうよくわかんない、ちゃんとしてとか、なんかすごい言っちゃうんですよ、テレビに向かって。そう、ひどい、ほらもうもつらいみたいな、泣いちゃうみたいな。話しかけちゃうんです、ほらそういうのやめてとか、あ、いけ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 とか、なんか喋っちゃうんですよね、一人で。そうなんです。だからよくお母さんに誰と喋ってんのってちっちゃい頃からよく言われてました。そう、素晴らしい視聴者だと思います。誰と喋ってんのってすごい言われる、喋るちゃんですね。いいよね。架空の友達みたいなのみんないるんじゃないの、ちっちゃい頃は。いましたよ、私、こっちとこっちに。なんだけどね、ダメみたいな。そう、男の子と女の子。今自己紹介までちょっと話をつないでるみたいな感じになっちゃってるんですけど、アンパンマンみたい。アンパンマンみたい。今日はもう最高の一日ですよ、こんな祝っていただいて。もう誕生日大好き。誕生日大好き。あ、もう自己紹介いきます。せーの、ありがとうございます、誕生日です。もうメイクも落ちてきちゃった。誕生日です。あ、来そうで。自己紹介いきます。せーの、デコポン、スーポン、思いっきりミューポン、わーい。ありがとうございます。じゃあスクショタイムです。こちゃちゃいもね。とくと来てください。できましたか？もう終わりますね、スクショタイム。見てるか？終わりますね。改めまして、こんにちは、オーレアです。
ありがたいことに24年間、あまだだ、24歳にならせていただきました。加入当時、この活動始めた当時は12歳でした。まだ右も左も前も後ろも分からずまず電車の乗り方も全然知らず、とりあえずスーツケースにいろんなものを詰め込んで、落ちちゃった、詰め込んで、劇場に向かったりしていました。そしてメイクの仕方も分からず、その年上の部活とかもやってないから年上の方と話し方も分からず知らない大人の方の中に入っていき怯えていたの頃汗をかきながら踊っていました。なんかスタッフさんにその頃の私はなんか雨の中捨てられた子犬みたいだったよって言われました雨はその汗ですよね、多分。そう、捨てられた子犬みたいだったよって怯えてたんですね、きっと。全てに怯えてました。人にも場所にも。そう、でもね、なんかいろんなことを頑張っていたらその劇場のスタッフさんがなんかこっそりたい焼きくれたりすごい覚えてる。研究生の時なんですけど、なんかいろいろ先輩のアンダーに出させてもらったりとか、私が振りを覚えて先輩に教えるみたいな、そういう係も当時やってたので、本当に毎日震えてたんですよ、捨てられた子犬。そしたら劇場のスタッフさんがまだ先輩たちがこの間にあげるよって言ってくれました、くれました、ありがたかった、頑張ってが食べなって言ってくれましたそう、隠しましたそう、そういうこともいろいろありましたが、気づいたらこんなに時間が経っていましたなんか成人式みたいじゃない、大丈夫これ成人式はもう終わりました、何年か前になんか二十歳になったみたいな喋り方してますけど、今全然違いますうん、そう、やったの思いで二十歳になりました成人いたしました、ありがとうございますえ、式楽しみありがたいです。まあでも年齢で別に分けてないのであれですけど、でも個人的には今年はすごいなんかね楽しみなんですよね。まあ舞台もあります、10月にお待ちしてます。なんかあれですね、なんか生誕祭で喋りたいこと喋っちゃいそう、いっかなんかね、毎年来年は楽しい、来年は楽しいみたいなこと言ってたんですけど、24歳本当に楽しさ IQ2 ぐらいの トークしてます今。来年、あ、こちら今年すごい楽しそう楽しみ、はーい、うん、なんかなんで楽しみかっていうと、なんだろう、その10代から20代だから、その学生とかいろんなそういうところからのちゃんと社会人として仕事としてっていうのの切り替えが
なんか気持ちとしてはできた年なのかなって思って、だからなんか24歳はまた新たな姿を見せれるんじゃないのかなって思うんですよね。うん、大人だよ大人だ大人だよこんな大人いていいのかな、大人だよ。うん、そうなんですよね。ティッティティッティッドゥッチッドゥッチ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 ッ読めたかな皆さん、都会ありがとうございます。暑いな、うん、うん、はあ、何の話したんだ。24歳の抱負だよね。24歳の抱負、パサですね。これは別にその私が本当に飛び立つとかそういう意味ではなくて、心持ち的に感じで行きたいなと思います。なんか言うの苦手なんですよ。だから行動でできたらいいなと思います。 ありがとうございます。目標はうん、目標はね、パサだよね、やっぱパサ。いや、日本語苦手なんですよ、その言語化するのが。パサです。でもなんか今まで結構割と23歳とかもそうなんですけど、まあ表向きではそんなに変わってないかもしれないんですけど、なんかその内側的な面がだいたい結構変わって、自分の中で、まあ外から見たらわからないかもしれないんですけど、自分的には結構変わってて、だからそれがなんかまた表に出るっていうか、現実的になっていく年になっていけばいいのかなと思うんですけど、ではそれが皆さんのご期待に添えるかは分かりませんが、パサッてやりたいと思います。大丈夫かなこれ、私会話になってるこれ。そうですね、皆さんの目標はパサです。でもなんかその20歳の時に自分の30歳を想像したんですよ。なんか大体あるじゃん、こうなってたこうなって、このまま進んでったらこうなってこうなってこうなってこういくだろうなみたいな、
そうで、あ、それはダメだって思って、二十歳の時に30歳を想像したらなんか震えちゃったんですよ。二十歳の時に自分の30歳を想像したら怖っと思ってそう震えちゃって、それでいろいろなんか自分の内側がいろいろ悩んだり変わったりとかいろいろして、で今に至る絶対通じてない、これ話絶対通じてないよね、話これ苦手なんです、話すの。そうで、なんかその作り変えたんです、自分の30代を作り変えました。作り変えて30代こなしたいなっていうものを見つけて生きてました。二十歳になってからは、そうだね、計画っていうかなんか感覚的にこれだこれだってか、あーみたいなポンみたいな、うん。でもやっぱりちょっと今からエモいこと言うんでちょっとメモしてほしいんですけどやっぱりどんな、ね、未来を想像してもやっぱり私の人生において AKB でというのは本当に大きなものでして大丈夫、本当に二十歳みたいなコメントしてるけど今やっぱ10代を過ごしてきて、本当に私にとってこの先何があっても AKB でアイドルってやったっていう、やってるっていうことはすごい大きい自分の中の基盤なんだなって改めて思うんですね。二十歳になりました10代いろんなことありました。だから10代を AKB で過ごせたっていうのは本当にありがたいなって思うし、本当に成人式みたい、お父さんお母さん成人になりましたうん、ありがたいですだからでも10代の時はこんな感じじゃなかったもん、もっとね、なんていうの、もろかったおもろかったじゃないよ、もろかった、違う、おもろ、違う、もろかったいや10代の時、まあ結構明るいニコニコしてましたけど、いつも10代の時は今よりもろかったです、すごいもろかった、本当に、うん、なんか全然っていうことで傷ついたりとか、そう本当にね、なんていうの、半径何メートル以内のことで傷つくみたいな、もうそれが青春なんだろうけど、本当にねそんな感じだったんですよ、もうここしか見え、もうここしか見えてないみたいな、そうだからすごい悩んでたし、すごい傷ついてたし、そうそうやって大人になっていくんですね、うん、今はもうなんか、うん、で今もまた新たな、なんていうの、もろさはあるけど、
なんかやっぱ10代の時とはまたちょっと違う。でもまだ20代前半1年あるんで楽しみだよ。どうしよう、すごいこんな感じで大丈夫？楽しま。楽しまった。でもなんかね、ゆかるんに聞いたんですよ。ゆかるんも誕生日近いんでね、聞いたんですよ。その20代前半の時と後半になってきて気持ち的に変わるのって聞いたら、やっぱ変わるよって言ってました。なんか大人になったりとか、やっぱり強くなったりとかするって言ってたから、あ、そうなんだと思って、じゃあまた強くなれるということで。また強くなれるんですね。すごいですね。人生生きていけば強くなれるんですね。そう。うん。でもね、二十歳になりたて、今だから言える話だけど、こんな大人になってきたから言えるけど、19歳の頃はまだあれだったけど、19から20、20から21ぐらいの時はもう本当にやばかった。やばかったよね。何のことか分かんないけど、やばかったその時。何がやばいって、アンパンマン、あ、寒いかも。ちょっと冷房つけたら寒いかも。凍るかもしれない今から。私冷凍、20歳ぐらいの時が一番ね、やばかったね。あ、寒い。何がやばいって分かんないんだよ。分かんないの。だからなんか、まあ必要な時間だった。なんだろう、こうとりあえずもう視野がここまでだから、目の前のことをこうやってやってたら、結局自分が何を思ってるのかとか分かんなくなっちゃって、一回そのまあ動いてはいるけど、心としては一回立ち止まって自分を見つめ直したりとか、そういう時期だったんですよ。でそういう時って結構やっぱね、なんか痛みが出てくるわけですよ。でも今思えば必要なことだったなって思うんですね。まあ言うて3年前ぐらいだけど、最近じゃんっていう。え、待って、本当に寒いかもしれない。これ今私いなくなったらどうなっちゃう？いなくなったらやばい？放送事故？ちょ、寒いから、ちょ、寒い。え、私こう凍っちゃう。え、消えて平気？これ私消されちゃう？この配信。されちゃう？え、この状態で、あ、消さないでね。ショールームの会社に言ってんの私今。消さないで、ね、冷房切るだけだから消さないでね、ショールームさん。いい。消さないでね。え、大丈夫？消さないでね。大丈夫？いるよ、消さないでね。
丈夫でした。あーよかった、復活した。何の話したか忘れちゃった。いた、帰ってきました。はあ、冷凍になるところだった。寒い寒い。あ、だから二十歳になりたての時はそういう時期もあったんですけど、今はその時と比べたらだいぶ元気です。まあ多分見た目で分かりそうですけどね。レレレレレレ、元気です。そうですね、だからでもあんまり苦手なんですよ、私はこうしますって言ってやるよりも行動で示せたらいいのかな。でもね、難しいよね、自分の中ではこうなりたいっていうのがあってもね。え、何これ、今人生の話になってる今。難しいわよね。うん、結構なんか予想できない感じな人だよね。なんかこの人はどうなるんだろうみたいな。それでいいのかなと思います。あ、待って、うん、なんかさ、だってさ、12歳、24歳になってさ、面白いよね、なんか大丈夫かな。だって結構マイペースだよね。自分で言うなよって。なんかごめんなさい。ごめんなさい、お気づきでしたか。そう。え、ごめんなさい本当に。でもなんだろう、ごめんなさい。でもなんかね、そうなっちゃうんだよね、ごめんなさい。だからきっとまあ24歳の目標とかの話をしてますけど、この人は一体何になりたいんだろう、この人は一体どうなるんだろう、なんかだからどうすんだろうって思われちゃうと思うんですよね。でもしょうがない、もうそう思ってください。24歳も楽しみにしていただければ。いや、そう、なんかそこまで言うとハードル上がっちゃうな。なんか、まあどうすんのかなみたいな、ちょっと気にしてやるかくらいに思っていただければちょうどいいのかな。そう。でもなんかあれだよね、やっぱ人との出会いとかね、そういういろんな巡り合わせとかそういうのもあると思うので、ご縁とかね、わかんないけど、そういうのいろいろ変わってくると思うし、だから24歳の1年を断言することはできない。未来のことはわからない、はい、わからないので、24歳の目標はわからない。
わからない。もう明日何があってるかもわからない。うん、難しいので、うん、わからないです。あ、どうしよう、もう10時過ぎてるんじゃない。あ、もう10時になるじゃん。あ、でも分かった、分かりました。私らしい、まあ、あの目標が分かりました、決まりました。はい、いいですか。あ、なんだっけ。あ、分かりました。あの、なんか何するか分かんないし、何考えてるか分かんないけど、でもなんか気になる人に24歳になれたらいいなと思います。なんか気になる人。はい、それが目標です。うん、めっちゃ抽象的なんだけど、うん、そうしよう。うん、なんかそんな感じで、だ、あ、うん、かな。金魚ちゃん。うん。あ、でも一つ言えることは、なんか頑張ります。頑張ります。待って、この配信さっきからさ、何にも中身ないんだけど大丈夫。あ、待って、Z48 さん、都会ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。やっぱ暑いかもしれない、あげたら。どうしよう、うん、うん、目標に言えたかな、24歳の目標。言えたのかな。好きなことをやりたいですね。なんか皆さんのご期待に応えられるかわからないですけど、自分が好きなことをやっていきたいと思います、24歳。それによってなんか変わるかもしれないし、それはわからないですけど、好きなことをやりながら成長できるように頑張ります。わあ、素晴らしい。素晴らしいです。うん。あ、花火で演出していただいてありがとうございます。うん。うん、輝けるけどに頑張ります。輝いてるって、え。熱。
いやー、さらに輝けるように、また新たな光を放てるように頑張ります。今年結構マジで楽しみなんで、交互期待とまでは言わないけど、見にご期待って感じでよろぴこお願いします。ありがとうございます。今日はいっぱい祝っていただいて、どうしようこのままじゃ終わっちゃう、この話終わりそう。うん、あ、そうですね、今年はあと劇場もそうですし、コンサートもあるし、10月はコンサートもあって舞台もあるので、それに向けて準備が9月はいっぱいあったりとか、公演があったりとかするので頑張ります。うん、来てください。うん、来年もね、何があるか分かんないですから、目の前のこと頑張ります。じゃあまとめましょう、まとめましょう。今日は、まあ、昨日から今日にかけてたくさんの方にお祝いしていただいて本当にありがたいなって思います。本当にありがとうございます。そして今日もいろんなコメントとかギフトとか本当にありがとうございます。この皆さんからのパワーを受けて、私はまた24歳の1年も頑張りたいと思います。今日はインスタライブとショールーム見てくれてありがとうございました。また、まあ、ショールームもまたやるだろうし、またそれぞれやりたいと思いますので、よろしくお願いします。まだ読めてない方いたら言ってください。ランキング読みます。うん、はい、あ、待って、間違えた、違う、1位 Z48 さん、2位ダヴィンチさん、3位ジャンカーさん、4位コリンさん、5位レッドラビーさん、6位マーシャルさん、7位白崎さん、8位シュンケンさん、9位マルビーさん、10位高文さん、11位リアスティさん、12位トイプードルソラさん、13位キンキンさん、そしてみんな見えてるで、たくさんの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう幸せな昨日から今日にかけてでした。もう1年この感じがないと思うと辛い。毎日誕生日がいいねえ。365歳年取っちゃうけど、でもそんくらい嬉しかったです。ありがとうございました。すごいなんかキラキラが垂れてきてる。垂れてきてるっていうか、なんていうの。ありがとうございます。キラを。うん、ありがとうございました。じゃあ本当に終わりますね。ちょっとメールの送れる時間もう過ぎちゃったかな、過ぎちゃったんですけど、明日ちゃんと送ります。本当に皆さんありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ、切りますね、バイ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 、
本当にありがとうございました。ギフトもありがとうございました。バイバーイ。